ダーウィニウス、ダーウィニウス、ダーウィニアスマスレイ、ダーウィニウスマシライエは4700万年、前の死神予中期に生きていた初期の霊長類である。メッセルから見つかった、ダーウィンの動物の胃、チャールズ・ダーウィンの生誕200年を記念して名付けられた。胃だとあだ名が付けられた現在知られている、唯一の標本化石は、ドイツのフランクフルトから3 5トル南東の、 メッセル採掘場から1984年に発掘された。その化石はアマチュア発掘家に発見された後2つに分けられ、売却された。個人の所蔵を経て2006年に再び組み立てられた。ダーウィニウスの最初の論文を発表した科学者は、この化石を初期の霊類と減塩類をつなぐ重要な一個型、いわゆるミッシングリンクと表現した。 それは一見するとキツネザルに似ているが、向かい合った親指を持つ。ただし、論文では、後の類人ザルを含む、直微サル類と極微サル類が分岐、約6000万年前した後にダーウィニウスの系統が、直微サル類から分岐したと推定されており、類人ザルやメガネザルの共通祖先にやや禁煙な種という位置づけである。論文の著者らは、ダーウィニウスを、 霊長目のタルクタスカに分類した。ダービィニウスと研究者、マスメディアに対しては、その相対的な重要性が誇張されているのではないかという懸念と、他の科学者が調査するために、十分な情報が利用可能になる前に化石がセンショナルに公表されたという懸念が表明されている。体長はおよそ25センチメートルで、 おを含めた体長は50センチメートル以上にもなる。模式標本は、左の後ろ足が欠損しているが、ほぼ完全である。それは化石の断片の一つを、匿名の所有者から入手した、ノルウェーの古物学者 JRN ヒューリームの娘に、ちなんで、イダ、イダというニックネームが付けられた。骨格に加えて、イダの最後の食事である果物、葉の残りと、軟組織、 体毛のアウトラインが残っている。イダは当初原始的なキツネザルであると考えられた。しかし比較検証によって霊長類の特徴を持つことが明らかとなった。イダには重要な二つのキツネザルの解剖学的特徴、つまり足の毛づくろい用のカギ爪と下顎の隙串状の歯の列が見つからない。その代わりにキツネザルの長い顔と対照的に イダは短い顔と人のように正面を向いた目を持ち、カギ爪の代わりに、毛爪が、そして霊長類に類似した歯がある。化石には5本の指があり、人のように向かい合った親指を持つ。それらは精密に握ることを可能にし、イダが木に登ったり好みを取ることの助けとなったと考えられている。また柔軟で比較的短い四肢がある。コンピューターで再現された。 イダの葉は下顎に生えかけの薄葉があることがわかる。イダはおよそ8ヶ月のメスで、人間では9歳程度と見積もられている。イダの葉の形状は彼らの植生について手がかりを与えてくれる。ギザギザの薄葉は植物を切り刻むことを可能とし、彼らが葉と種子を常食していたことがわかる。それは腸の内容物が残存していたことからも裏付けられる。陰形骨の欠如は、 この化石がメスであった見込みが高いことを意味する。また、X 線での調査は、左手首が骨折から回復していることを示す。科学者は、メッセル湖で水を飲むときに二酸化炭素で窒息死したと推測している。化石の重要性は、脊椎動物を専門とする古生物学者ヒューリームによって最初に認められた。ヒューリームは2006年に、ハンブルクの化石、 鉱石フェアでたまたま偶然その化石に出会った。二十三年前に発掘されずっと個人に所蔵されていたその化石は百万ドルで売りに出されていた。ヒューリームは写真だけに基づいて購入を決め、彼の博物館が購入した。ヒューリームは霊長類進化の専門家、ミシガン大学のフィリップ・ギンガリッチとフランクフルトのゼンケンブルク博物館のイエンス・フランセン。 JRG ハバーセッツァーと共に研究を行った。2009年5月19日に彼らはプローズ1への投稿で調査結果を世界に発表した。彼らは化石を長い間、古生物学者によって探されていた人類の進化のミッシングリンクだと表現した。化石の論文には英国の制作会社によるドキュメンタリー映像が付けられていた。それは アメリカのヒストリーチャンネルとイギリスの BBC1 で放映された。コリン・タッチによる本とウェブサイトも化石の重要性を一般大衆に広めるために用意された。ニューヨーク・デイリーニュースはそれに触れて次のように述べた。化石の発表は科学的発見のために巧みに企画された異常な広告キャンペーンの一部として行われた。 その発見が発表された時点で、科学報道も、一般報道も、化石が、これまで発見された、霊長類化石の中で最も完璧なものと、表現した。デイビッド・アッテンボローは、驚異的だと描写した。アメリカ自然史博物館の式典でヒューリームは、この標本は、古生物学者にとって失われたアークの、発見のようだと述べた。それは科学の聖杯のようなものだ。 この化石は多分今後100年間の全ての教科書に書かれるものだろう。Google は2009年5月20日にこの発見を祝うロゴを使用した。しかし他の専門家とジャーナリストはさらなる調査ができるようになる前に発見の重要性が誇張されていると懸念を表明した。このような完全な化石資料はどの特徴がどの順番で進化したかを明らかにするという点で、 重要だが、マスコミの報道はそれよりも、ルイジンザルの共通祖先であるかどうかに集中した。ブライアン・スーイテックは、化石が目を見張るほど完全であることを認め、化石霊長類が波外れた、保存状態であるところを発見されたが、センセーショナルな報道と、論文の主張を裏付ける十分な調査がないまま、発表されたことを非難した。スーイテックによれば著者らのダーウィニウスの調査は、 不十分なだけでなく、系統分類上の位置にも議論の余地があり、類人猿の系統に禁煙であると結論するのは早すぎる。また JRN ヒューリームのどのポップバンドも同じことをしている。どのスポーツマンも同じことをしている。我々は科学で同じ方法を考え始めなければならないという発言を恥だと非難し、科学のマナーを守るよりもマーケティングに興味が、 あるようだと指摘した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。